2.43新院高校男子バレー部は、壁辺ゆか子による日本の小説。イラストは、山川愛二が担当している。集英社のウェブ文芸サイト、デンザブロにて2012年から連載開始。2013年より単行本が発売され、2015年より集英社文庫から文庫版が発売されている。2019年11月から集英社文芸ステーションにて、 ホースシーズン2.43ンイン、高校男子バレーブネクスト4イヤーズ連載中。山と青空に囲まれた福井の県立高校、清影高校を舞台に全国大会を目指す男子バレーボール部員たちが描かれる。原作は黒羽と廃島を中心に関谷と末森、青木と小田、三村と落浅野と弓がかりなど二人一組の群像劇となっている。 アニメ版では、黒羽とハイシマの二人が主人公として焦点が絞られ話が進んでいく。東京の競合中学、バレーチームで深刻なトラブルを起こしてしまった、ハイシマコウケイは、子供時代を過ごした母方の郷里福井に転居し、幼馴染の黒羽雄人氏と,と再会。共に問題中バレー部で活動するが、中学最後の県大会で衝突し、絶縁状態のまま、二人は、 県立七福吉影高校に進学する。進学先の男子バレー部で待っていたのは、身長163センチメートルの熱血首相だと、クールで、毒舌な193センチメートル副首相は木の3年生コンビや、日光アレルギーで常に、長袖長ズボンのカニヤをはじめとする2年生たち。バレーを愛する天才だが人付き合いが下手な、廃島と、ズバ抜けた、 身体能力を持つが下手れな黒羽を中心に田舎の弱小バレー部の戦いが始まる。トラブルを乗り越え本格指導した清影高校男子バレー部は福井の新生として注目される存在に成長していく。そして春高、バレー、福井県代表の座をかけ、県内最強エースアタッカー三村光が率いる上昇校、福橋工業高校との正面対決が幕を開ける。 一方、県内に敵なしの上昇校、福鉢工業高校の県内最強エースアタッカーで、首相の三村には男子マネージャーの内との約束を高校最後の全国大会で叶えねばならない理由があった。春の高校バレーに初出場を決めた清影高校。日本男子バレー界の救世主と呼ばれる身長202センチメートルの川島健春を有する北海道。 和ズ山高校、インターハイを制した、全国王者の福岡県、宮戸高校、強いバレエを目指す、監督の元全国から選手が集う東京都、京成学園など、全国から集まった、強豪校が、それぞれの思いを胸に、高校最高峰の熱戦が始まる。廃島、黒羽三村バネ、弓掛、か浅野、コートを挟んで熱戦を繰り広げた彼らが、 その舞台を高校バレエから大学バレエへと移す。2016年、2017年、2018年の夏のコミックマーケットでバレーボールメーカーの株式会社ミカサとのコラボ企画として書き下ろされたショートストーリー。福井県交流文化部ブランド化とのコラボ企画によるショートストーリー。福井県内で配布された冊子のほか、特設サイトでも読むことができる。声の項は テレビアニメ版の声優、ネクスト4ン・ミヤーズいずれも集営者より発売。小説の総画を担当した山川愛治によるコミカライズ作品が、コカハナにて2018年9月号より連載中。2019年11月1日にテレビアニメ化が発表された。2021年1月から3月まで、フジテレビ、ノイタミナ枠他にて放送された。コラボレーション企画として、 福井県内の観光地や食堂が登場する短編小説が同年12月中旬から特設サイトで公開されている。さらにキャストのうち、菅野、秋人役を務め、福井市出身でもある、青井翔太が2.243福井パブリシストに就任の上、広報活動を務めることが決定した。また、フジテレビ系列にて放送の第73回。 全日本バレーボール高等学校選手権大会では本作のアニメーションを使用したオープニング映像が放送されたアニメブルーレイ DVD 特典の壁床子こ書き下ろしによるドラマ CD ありがとうございます